昨年末をもって乃木坂46の活動を終了した齋藤飛鳥が、5月23日に発売する写真集、タイトル未定を記念して4月19日夜9時より配信プラットフォーム、ショールームにて約2年ぶりとなる配信、齋藤飛鳥写真集発売記念ショールームを行うことが分かった。バル、齋藤飛鳥、約2年ぶりソロ配信決定。生配信では、アメリカ・ニューヨークで撮影した写真集のエピソードや、ファンからの質問などにもついてもトークを展開する予定。また、配信中にショールームの画面から写真集を購入することで、限定ポスターがついてくることも発表された。